さあ今週も始まりました松井正道のハミングタイム。なんとなんとですね、4週目に突入です。江藤彩さんとゆりさん、今週も遊びに来ていただきました。お願いします。すごいですね、女子トークはね、撮影してない時にももうこの間の時間が3時間ぐらいトークしますからね。そうですね、ちょっと疲れたんですね。ちょっとね、もう終わったんじゃないかぐらいの勢いでしたけど、あれまだあるんですかって、うん、今週も張り切っていきますよ。張り切って続き、よし、まだ質問いっちゃまだあった、まだあるんですよ。まだね、お二人に聞きたいこと、知りたいことあると思うんで、さあ聞いていきましょう。あるのか、ね、あるかな、あるかな、あるかな、どんな質問が。じゃん、好きな歌ベスト3。難しいな。好きな歌ベスト3ね。曲ね。曲ね。うん。そうだね。一で一個でいいんじゃない？私しかも歌じゃなかったんですけど。なんだ。ドゥドゥルドゥー。ああ。ね。スーパースターズのテーマ。大好きなんですよ。そうなんだ。本当。あれ曲って言うんだよ。曲だね。あ、でも一応歌も入ってますよね。あ、まああったな、ね、そう曲も入ってた。難しい。でも一あれが一番好きなんだ。私やっぱすごい上がりますね、あの曲。上がる曲ね、はい、あともう一曲、うん、すごい今自分の中でベストっていうか好きなのは、うん、あのニューヨーク初めて行った時にお部屋に着いて、うん、超ベタなんですけど、あの JG さんが作曲をした、うん、アリシア・キーズさんが歌っている「あのエンパイア・ステッド・オブ・マイド」っていう曲を、はい、ダウンロードして、うん、その曲をニューヨークの部屋で聴いて、うん、フーフーフーって思いましたね。へえ、もうニューヨーク、ニューヨークみたいな。ここニューヨークだったんだ。そう浮かれてました。あ、そっか。そうね、そういう曲ね、もうすごい好き。いいね、うん、ぜひ皆さん聴いてください、うん、ぜひ、ね、ここにタイトルありますから、ね、調べてみてください。ね、あやさんの好きな楽曲、うん、ね、なんかかっこいいよね。ね、ね、やっぱ昭和の歌しか歌っていいですよ。昭和なんだろう、うん、でもそう、うん、あ、でもやっぱり桃江ちゃんかな。桃江、うん、ちゃんか。桃江ちゃんが何ですか。さよならの向こう側が、あ、最高じゃないですか。短いでね、もう切ないでしょ。引退しちゃう、切ないですね。超名曲が一番好きかも。いいですね。なるほど。絶対カラオケ行くと最後の締めは、うん、なんか切ないな。あれを歌ってマイクをグンと歌って泣いて終わるっていう、そう、あ、そっか、そこまで忠実一人カラオケじゃないですか。一人カラオケ、一人もやる。いや、でもやりたくなっちゃうかもね。やりたくなっちゃう、なっちゃう、なっちゃう。あ、そっか、なるほどね。それは名曲ですからね。名曲だね、すごいですね。余っちゃうね、なるほどね、それぞれの好きな曲分かりました。さあ次行きましょう。あ、じゃあ、はい、もう質問ないんじゃないの。ないよね、こっちも尽きてきましたよ ね。あ、なんか短そうだ。あ、そんなことない。なんだろう、したドラえもんの道具1日だけ。これは、来た来た、ドラえもん、ゆりさんの大好きなドラえもん1日だけ。1日だけドラえもんの道具か。道具ステアポケットとか言うの。なんでも使うみたいな。でも1日だけだな。そうだね、1日だけ。これ結構さ、盛り上がって友達とよくね、何が一番欲しいとか言って、何が欲しいかな、子供の頃言ってたよね。言ってた、言ってた。なかなか難しいね。ずっと飛んでたいってこと。でもな、ちょっと待って、危険性が高いな。でもやっぱりどこでもドアだ。でもさ、その日遊べるわ。行きまくって行きまくって、一日行きまくってっていうことでしょ。遊べるんですよ。それでいいのかな。そうですね、でも確かにどこでもドアが一番いいかも。だってスモーマークとか行ってます。はい、次行きましょう。あ、どっちだっけ。あ、どっちだっけ。これでしょ。もっとサクサク行っちゃう。最終章質問。わぁ、まだやったことないけどこれからやってみたいスポーツある。や、これからやってみたいスポーツね。やったことないけどスポーツなのか。私ヨガやってみたいんですよ。あ、それヨガやったことじゃないです。そうそうそう、珍しいね、ヨガだと本当にできる。その辺でも行く。その辺でも行く。ちゃんと習い事したいみたいな。そう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 、ヨガで私ずっとやってる。え、いいの。なんかあったな。いいですよ、シンクロとか。シンクロもね。いや、絶対やりたくない。泳ぎたくない。あれあれ、なんか飛ぶやつ。バンジージャンプ。あ、違う違う、なんだっけ、パラグライダー系のさ、空飛びたい。それ
スポーツじゃないよね。まあでもいいんじゃない、全然ありですよ、少し病床じゃないの、全然大丈夫、大丈夫、私怖いめちゃめちゃ怖いのに、そんな高いとこ行ったことないから多分怖いと思うけど、名古屋のテレビ塔平気あれ階段怒ったっけな、めちゃめちゃ怖いっすよ、裸のね、名古屋のテレビ塔って階段が、まあ東京タワーみたいなのがあるんだけど、それが螺旋階段じゃないけど、なんかね、あの網だけで普通に階段があって、私絶対無理だ、無理無理、私絶対無理、そう隙間はこれがあるんだよ、だから上手にこうやってはまってゴロンってなれば下落ちれるわけでしょ、そうだった、確か思ったことあるよ、もう中学校の時の記憶だから、今は違うかもしれないけど、あの遠足みたいなの行くじゃないか、ここで東海地方だと、そうしたらもう後ろからダーッて走ってくる子とかいたりして、怖い、金網でこうやって捕まって、もう一歩一歩ものすごいこれ弱いよ、弱い、超弱い、でも男の人って高いとか苦手じゃないですか、なんかね、無理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 ね、でも私もね、お父さんが高所恐怖症で遺伝かなとか言って、高いの怖い、女性のね少ないよね、なんか高いとこ好き、いや昔大丈夫だったんですけど、なんか大人になるにつれて死が近くなってきたから分かんないけど、怖いものが増えてた、そう高いのが高くなっちゃったんだよね、男の子はね、大人になるよね、はい次行きましょう、すごいちょっと早くない今日、早い、全部いっちゃおうかな、もうどんどんもう質問答えちゃう、お短っ、初めて買った CD は、あ、こういうのいいじゃん、いいじゃん、うん、これ覚えてる、覚えてる、カセットでもいいですよ、めっちゃ覚えてる、うん、覚えてるわ、覚えてるけど、ありますよ、私ブレない、そうそう、私キャラブレないですよ、私めっちゃブレブレだよ、ちなみにあの武田鉄矢さんですけど、マジで言うとみんな海援隊かっていうじゃん、うんうん、違う、ね、ドラえもんの話したと思いますけど、ドラえもんの主題歌を知ってますか、武田鉄矢さんがもともと結構ほとんど歌ってたんですよ、そうそうなんですよ、初めて買った CD それで、なぜかというと CD にカラオケがついてたんですよ、はい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 、私はそれで家で一人カラオケをしておりました、なるほどあれ、あ僕らはってやつ、あ、どうして、あ、そういうのもあったかも、大人に、あ、そうありましたよ、私ね、あのサントラが好きで、なのでサントラばっかり買ってたんですよ、なのでなんかね、こうそれ以外の CD とかは、うん、まあ、買ったことがなくて、はい、その時はね、あ、年代分かっちゃうか、これ何歳の時に買ったとか言うとね、その武田鉄矢さん、武田鉄矢さんとかね、武田鉄矢さん、計算ちゃうね、でもみんな知らないのかな、結構、あんま知らなかったもん、いや、ほとんど武田鉄矢さんが歌ってるんですよ、そうなの、雲の王国とかは、雲が行くのはっていう曲とかも歌ってて、そうなんだ、そうなの、みんな絶対海援隊っていう声が浮かぶみたいで、絶対そうなんだけど、違うんですよ、聴いてほしい、いい曲いっぱいあるから、なんか和むよ、そうなのね、そう武田さん詩がいいからね、すごくいい、ドラえもんにぴったりだった、確かに、いや、本当に、そうなの、そうなの、そうか、そんな、あやさんは初めて買ったカセットだな、カセット、うん、CD、 あれ CD じゃなくて、あ、なんだ、レコードじゃなくて CD、 レコードで、あ、そうだね、レコードでもいいですよね、まあ、初めて CD はね、覚えてないけど、うん、あのレコードめっちゃ覚えてるよ、私すっごいキャラブレるけど、ブレるキャラブレめっちゃブじゃない、洋楽か洋楽か、今ちょっといろいろね、うん、病気になっちゃったけど、堀ちえみさんがすごい好きで、あ、多分ね、リボンか、イナズマパラダイスとかかな、堀ちえみさんのレコードすっごいシングル全部集めてた、全部集めてたんだ、すごい大好きだった、すごい、それ本物だ、そうそう、なんか中盤でその辺りとかずっと思ってたのかな、でもなんかね好きだったみたいな、へー、すごい、そうなの、ドラ猫ガッツで頑張ろうとか言ってね、ドラ猫ガッツなんてあったわ、そうあったじゃん、エレガントお上品とか、あったあった、そう、シュワーですよ、お上品だった、堀ちえみさんの方がドラ猫ガッツで頑張ろうって言ってました、でもなんかちょっと可愛い気を、ドラ猫って薄汚いシンデレラなんですよね、そうそう、ね、間違えた、それ違う、あ、それ違うのか、あれ少女に何は何が起こったか、キョンキョンじゃない、キョンキョンの、キョンキョンね、間違えた、ねえ、あれ80年代ドラマでね、そうそうそう、大好きです、だからその80年代ドラマですって、私は女優になりたい、うん、そうか、そうか、目覚めたからやっぱり堀ちえみさんの影響が大きいですね、なるほどね、堀ちえみさんね、かわいそう、かわいい、今でもね、今でもすごく素敵な方、本当だよね、そうか、じゃあ CD だと、
コンパクトディスクでね、覚えてた、ちっちゃい子だよね、ちっちゃいやつ、あー、ちっちゃい、うんうんうん、シングルちっちゃかった、うん、昔なんだったかな、覚えてないね。あ、そうか、でもブルーハウスとか、わー、いいね、ブルーハウス、多分それ同じじゃないかな、うん、あ、そうね、時代的にね、覚えてないし、うん、ブルーハウスか、いいっすね。ゆりさんはでしょ、レコードとかカセットはね、若いから、カセットなんか持ってたかもしれないけど、うん、でもカセットで買ったことはないかもしれない。そっかそっか。あとレコードも多分おじいちゃん家にはあったけど、うん、なんか今の方が レコードにすごい興味がありますよね。うん、そうね、私今また来てるからね。そう、モータウンっていう世界がすごい好きすぎて、そうだから私のあの CD、うんうん、2枚作ったんですよ、あの同じ中身で、うん、で2枚なんかその海外版って言ってるものの CD の版のデザインをレコードに見た時作って、レコードをいつか作りたいなと思って、ね、ね、そう、すっごい憧れがあるんです。いい、深みがね、レコード全然違 う、やっぱりね、かっこいいですよ ね、全然わかんないのに、なんかよくわかんない古そうなレコード屋さん入ってきて、なんかその入ってる自分にちょっと酔ってるみたいな、そういうことですね。あるね、そういうことですね。ある、非常にある。、うん、さあ次行きましょう。ナイス、ゆいさんかな、次行きますね。なかなか行きましょう。本当に長そうだけじゃん。そう、でも長そうじゃなくて2段階長い長い長い。あー、え、嘘、ウケるんだけど、この人もいいね。もしも親友がゾンビに噛まれたらすぐに殺せる、感染してしまったら理性を完全に失って他人を襲ってしまう設定。バイオハザードか。バイオハザードもそうだ ね、ウォーキングデッドね。いや、友達か、いや、殺せないね。リアルに友達を思い浮かべてみましょう。マブダチ、親友がもう自分にガー来てるんですよ、自分にガー来てるんですか、うん、もう襲われてるってことでしょ。そう、そしてもう治療薬はないわけですよ。もう絶対もうそのまま襲い、人を襲い続けるだけになってしまう、もうゾンビウイルスで。でもね、うん、なんか2パターンで考えちゃった。おう、なんか ゾンビになりそうな瞬間で、あの親友が、うん、もう襲うの嫌だし、ゾンビになりたくないから殺してくれって言われたら、うんうん、考えるって、え、殺してくれなんて言えないでしょ、わかんないもん。でもなんかほら、バイオハザードとかだとその瞬間ってありません、うん、たまにシーンでありますね。あ、そうそうそう、だから噛まれちゃって、うん、あの弱ってて、もう私はもう噛まれたからって、うん、で、なんかちょっとね、意識が失ってっていう瞬間とかがあるんですよ。で、なんかそのゾンビになるかならないかみたいな瞬間みたいなのがあって、バイオハザード大好きだから、そうそう、映画大好きなんだよ。面白いね。そうそうそう、そういう瞬間があるから、うん、それで、大体そういうのって言うんだよ、うん、親友とかさ、そういう人たち、仲間を殺したくないし、うんうんうん、だから絶対殺してくれって、もう私がゾンビになってしまったら殺してくれって言うから、うん、もうすごく大事な人だったら言われたらすごい悩むと思うけど、そしたら多分撃つ、撃って、そう、そうね、その人の望みならばっていう設定、毎回ちょっと設定変えるみたいな。そうだね、そうだね、それが愛、うん、それが思うっていう、ね、難しいな、難しいね、愛って難しいよ、うん、それじゃない、よし、それでいこう。それでいこう。あ、そうですよね。いや、そうだよね。あ、そっか、あるかもしれないからね、これから先そういうシチュエーションが。まあ確かにそうだね。そうだ ね、 そうね、そうだ、バイオハザードからローラちゃんもさ、撮影してましたけど、うん、ほんと、そう、ね、じゃあ、あと2つ、うん、いきましょう。はい、あと2ついきましょう。よし、Okay、飛ばしますね、うん、これは面白かった、面白かった。長そうだよ、本当だ。得意なモノマネベストやばい、うわー、スリーってこれはいいんじゃないですか。細かすぎて伝わらないモノマネでも OK って、うん、OK、番組あったね、全然わかんないです。またじゃあ一つでいいや、一つモノマネ、自分の自信のあるモノマネ、自信あるやつ、うん、なってないけど、モノマネ、難しいね、モノマネってほんとハード高いよ。そうだって 全部似てないのも私も、私も似てない、ね、モノマネ、モノマネ、私1個できるのありますけど、うん、超似てない上にでも言っちゃってるから自分が誰か、うん、あ、そういうことね、田原幸太郎です、ね、それか、そう、そういうの近い、コーラシャーミンです、コーラシャーミン、その名前言っちゃってるやつだった。いや、言っちゃってるじゃんみたいなやつのやつ、わかるわかる、うん、やるのこれ、やってみよう、じゃあ、ゆりさん、ワン、ツー、スリーって言って、はい、じゃあ、ゆりさんのモノマネ得意なやつ、スリー、ツー、ワン、どうぞ。え、ケイだよ。あ、似てんじゃん。似てる、似てる、これのやつ、シャクレミッキーって言われた、シャクレミッキー。
ッキーって何って思って。でも今吹き替えのミッキーのやつにたまにディズニーチャンネルで見るやつちゃんと似てて似てたやん、うん、間違いなく似てる。いいね、コンパクト一言でいいね。そうそう、わかりやすい。ちゃんと名前も言ってるしさ、ね、そうそうそう、あすごい似てる。あやさんやってみようか。すごい、私すごいいっぱいあるんだけど、レパートリー、レパートリーすごいすごいすごい、レパートリー全部本当に、ね、うん、昔からやり続けて似てないものまで逆に昔からやり続けて、そうそう、逆に楽しい、自負してんだ、うん、じゃあ行きますよ、もう頭整理できた、うん、お願いします、okay、じゃあ江藤綾さんのですね、モノマネ行きますよ。 3,2,1 どうぞ。諦めないで、あなたのお肌ちょっともうちょっと笑っちゃったから私そしてマヤミキさんだ。あ、マヤミキさん、そうなのね。その言葉で言葉で分かる分かる分かる、よかったですね。ちょっと似てるよ、ね、じゃ昔もうちょっと似てたんだけど、うん、今いやちょっと似てる、うん、ちょっと似てる、うん、似てる、それでオッケーオッケー。でもあの分かってもらえたから、分かってもらえた、分かる分かる、途中で分かっちゃってもらっちゃった笑っちゃった、はい、ありがとう、よかった、これでね友情が育まれました、これでね、これによってね、救い合う。よし、じゃあ最後僕選びますわ。はい、はい、あ、これいいの引いた、最後にふさわしい。いいですか、あ、明日地球が爆発すると自分だけが知ってしまった時最後の24時間何をする、そして最後に食べるものは。自分だけ知っちゃったのよ、切ないな、うん、でみんなに言うとパニックになっちゃうのかなとかいろいろ考えちゃったりもするだろうけど、もうとにかくもう地球が明日なくなってしまうの確実、これも最後の24時間そして最後何を食べる、これ最後の質問にふさわしいですね、はい、これ難しいね、とりあえずみんなに教えてあげるんじゃない、教えても明日なくなるよ教えても結局確実になくなるから、そうね、そういうことでね、そうそうそう、助かるんだったら ね、なんか教えることってね、なんか手段が見つかればいいけど、確かに、うん、とりあえずじゃあライブ配信して歌おうかな、ライブ歌う歌っちゃうから、素晴らしい、やっぱシンガーだね、届けたい、さすがシンガー、とりあえずとりあえず考えないとね、タイタニックの演奏家みたいなね、そう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 、あ、そうだね、でも最後までね、かわいい、泣けるな、泣けるね、いい、これ役者としてね、最後はうん、なんかとりあえずもそれしか思いつかないかもしれない、言っても無駄でしょ、そう、そうね、無駄だったらもう、うん、何食べよう、何食べよう、なんか歌う前にね、食べとこう、あ、でも食べたいとなったら、いやでもどうし食べたいとなったら私は魚卵ですかね、魚卵、私魚卵好きなんですよ、イクラとかタラコとか、そういうことね、魚卵ってなかなか言わない、あ、そうね、魚卵もしくはウナギ、あ、わかるな、食べたくないですか、食べたい食べたい、つまりなんかワンポイのなんかそういうの食べたいですね、そうね、明確だね、うん、そういうのは食べて、よし、じゃあ魚卵とウナギを食べたから歌うと、これがユリさんの最後の24時間の過ごし方ですね、うん、そうですね、じゃああやさんどうしましょうね、最後の24時間どうしましょう、演じます、でもさ、誰も見てくれなくて、一人で、一人芝居そっちがいいの、一人芝居、それ一人で言うの、いやでも愛する人に会いに行きます、私、あら、あら、でも笑っちゃった、そうよ、やっぱりそうじゃん、会いたい人に会って、うん、会いたい人に会って、うん、そうね、愛する人に、そう、それがまあ家族であるかもしれないしすごい真面目に答えてる、うん、うんうんうん、大事大事、そうね、大事大事、そうだね、で家族で、じゃあ家族でっていうか食事は最後に食べる、いや私も被るけど、うん、うなぎ大好きだから、うなぎ美味しいですよね、うなぎ、その通り、僕もうなぎかな、やっぱり、みんな一緒でもうなぎじゃん、だってニューヨークでもうなぎ食べてもらうし、あっちもニューヨークでも食べてもらうし、じゃあ分かった、私一応名古屋、ちたしみんだけど、うん、あれですよ、あのひつまぶしにしとくで、じゃあひつまぶしにしといてもらう、あ、そっか、まあ、うなぎで繋がったってことですね、牛タンじゃなくてうなぎね、あ、そうか、ごめん、ちょっと牛タン忘れてた、牛タン忘れてたね、仙台出身ですからね、牛タン忘れてたな、じゃあうなぎ3人揃ったというところで、はい、最後はじゃあ告知があるんですね、2人とも、あ、そうですね、じゃああやさんの方から告知を、はい、だいぶ先になるんですけど、はい、6月25日の火曜日、火曜日、深夜になります、1時28分深夜ドラマ、深夜ドラマ都立水晶っていうあの漫画原作の、うん、すごい面白いあの学園ドラマに、出演させていただきます、うん、これ第1話もう出てて、最終回の第8話にまた最終回にもそうです、うんうん、まさかのインパクトのある何かまたインパクト、うん、あるかな、あまだね詳しくは言えないでしょうけど、楽しみ、ぜひ皆さん楽しみ、ぜひあの深夜なので、まあ、録画でも見てください、あやさんでした、どうもありがとうございます、そして
して、ゆりさんは、はい、私はいろいろあるんですけど、うん、これを見せながらの方がいいかな、はい、5月のこれ放送っていうことだったので5月の27日にスピリットルームという、うん、あのイベントに出るんですけど、モーフ東京六本木ですね、うん、六本木あるところで、はい、これあのニューヨーク直前になってます。でこの後に6月5日に、ニューヨークにありますアポロシアターのアマチュアナイトに出演をします。素晴らしい。で、うん、その後、3週間ぐらい滞在させてもらって帰ってきて6月の22日にノーバード銀座さんにありますあのノーバードで歌わせていただくっていう予定になってます。ぜひお待ちください。素晴らしいリサの予定でした。珍しい。じゃあ今後の2人の、まあ、目標というかさ、うん、今後どうなっていたいっていうのを視聴者の皆さんにお伝えしていただいて最後にしましょうか。はい、はい、じゃあ目標ということで、はい、あやさん目標、うん、目標ね、難しいですね。今年のというよりも今後ね、うん、今後どうなっていたいか、あれですね、まあ、役者としていろんな作品に出続けたいっていう、うん、はい、やり続ける、役者であり続ける、うん、あと歌の方までも本当に、うん、ね、いろいろもっとまた新曲を作っていたくて、ね、ね、はい、目標としてアルバム制作もあるじゃないですか。そうですね、そう、ね、アルバム、すごいですね、早いですね、すごいね、早いですよね、なんかすごいすごい、ちょっとこう勢いでいっちゃった。いや、大事ですよ、絶対、うん、でも有言実行していこうと思って、うん、皆さんの力を借りながら、うん、ちょっとアルバムを作ります。OK、うん、作ります。どうですか、石本さんの番組でも公言されたんですよね、皆さん、これアルバム、あ、そうそう、ラジオで、ね、お正月ぐらいに行っちゃったからね、うん、ね、行ったからね、じゃあもう絶対作んないといけないですね、そうですね、うん、大事大事、そうしましょう、よろしくお願いします、はい、頑張ってください。さあ、ゆりさんの今後の目標、そうですね、今後の目標は、うん、私はシェディをね、去年作らせていただいたんですけど、うん、クラウドファンディングっていうもので、うん、皆さんからお金を頂戴して初めてのアルバムを作らせていただいたんですけど、その時に、うん、ちょっとハッタリも入ってましたかね、ちょっと夢も入ってたんですけど、ゆりを皆さん のお力で世界へっていうふうに言っていたので、うん、なんかそれがまさかこうやってニューヨークにちょっと足を運ぶことによって、うん、アポロシアターにまさか、うん、本当にオーディションがね、うん、受かって出られるってなって、うん、なんかその世界っていうものが全然見えてないけど、うん、でもやっぱり言っていくことがすごい大事だなと思ったので、うんうんうん、でも私もあやさんみたいな曲をね、またちょっと作りたいなと思っているので、うん、しかもそれは全て英詞でちょっとつけたいと思っているので、英詞でね、英語の歌詞でね、そうなんです、ちょっと海外の方にももっともっと知っていただけるような形で、うん、活動していきたいなと思っているので、うん、もう日本のみならず、もちろん日本大好きですから、うん、日本とあと海外とっていう形でもっともっと活躍していけるようにいろんな方に知ってほしいです。素晴らしい、世界進出もうね、ニューヨークで活躍して日本逆輸入でゆりさん来るかもしれないですからね、頑張ります、頑張りましょう。いや、もうほんと素晴らしい2人でね、話が尽きない、もう丸々1ヶ月出演していただきましたけど、今後もね、ハミングタイムもうレギュラーですから、いつでも自分の、はい、勝手にレギュラーね、勝手にレギュラー、そうそう、でもいつでも遊びに来ていただいて、またどんどん季節変わったら外にも行きましょう、そうですね、取材なんかにもしようね、終わりましたら、終わりました行きましょう。さあ、そういうことですね、いよいよ1ヶ月間出てくださいましたけども、お二人とはここでお別れにしたいと思います。あやさんとゆりさんでした。ありがとうございました。またね、すぐ多分ね、またすぐ出てくださると思います。またね、ニューヨーク行ってらっしゃい。